不倫相手との大勢を「週刊ポスト」にスクープされたのが人気歌舞伎俳優の8代目中村芝、59。士官は相手女性とドライブ中にスピード違反を起こしていたという。これで4度目の不倫発覚となった士官だが、歌舞伎界からは18代目の中村勘三郎さんを超えたという声も上がっている。写真、3度目不倫発覚の中村士官超絶モテる理由は 聞く力にあり昔は女遊びは芸の肥やしと言われていたぐらいなので歌舞伎関係者からは「ダブルコートあっぱれダブルコート」という不謹慎な声も上がっていますそこで意識されるのが2012年に57歳で他界した18代目の子中村勘三郎さんですとにかくモテた勘三郎さんは数多くの浮き名のを流してきましたから芸能ライター 士官は中村橋之助時代の1991年にタレントの三田寛子、58、と結婚し、3人の男児を設けている。元アイドルだったサンダは、梨園の妻、二頭氏、3人の息子を歌舞伎俳優に育て上げている。おしどり夫婦、と呼ばれていた士官夫妻。ところが、2016年に週刊文春に報じられたのが、士官と京都の芸妓の不倫。 謝罪会見で、痴官は、不徳の致すところ、を8回も連発。それに対して、妻の三田は逃げることなく、ここからが彼の男として人としての見せどころ。離婚もないです、戸上太陽。鼻炎の妻として株を上げている。5年後の21年1月に、京都在住の女性との不倫が発覚した。さらに同年末に、 京都のホテルで女優の熊田陽子にの40代女性と3度目の不倫が報じられた。士官が京都で浮気しているという噂はかなり前からありました。女性週刊式者、昨年11月には三田との別居が報じられたが、三田はリフォーム工事で士官が別宅に住んでいると説明。しかし、工事終了後も別居は続いていた。今回 取られた相手は3年前の12月に報じられれたた女性と同一人物関係が切れていなかったようです前出芸能ライター、週刊ポストによると、仕官は22年春ごろからサンダと息子たちが暮らしている自宅を出て、自身の実家で暮らすようになったという。その実家に不倫相手の女性が泊まるようになったのが夏ごろで、反同性状態にあるとのこと。 最初の相手は芸妓だったこともあり、多めに見ていたようですが、別居が続いているのは、度重なる仕官の日遊びに仏と言われた三田の勘認袋が切れたとためだと言われています。その点、十八代目勘三郎さんの奥さんは辛抱強かった、という松竹関係者はこう続ける。勘三郎さんが12年12月に57歳の若さで亡くなったとき、 別式には京都の芸妓や新橋芸者のほか、銀座のクラブママやホステスらが参列しました。いかに勘三郎さんが女遊びを芸の肥やしにしていたかが分かるエピソードです。勘三郎さんは勘九郎時代から女性関係の噂は絶えず、こう、太一喜和子さんや大竹しのぶ、68、らとも噂になった。1980年に自身が結婚した後も、 宮沢リエラあまたの女性たちと浮き名のを流している。勘三郎さんトリエが親しくなったのは、92年10月に電撃婚約した当時、大関の高花だ現、貴乃花、と2ヶ月で婚約解消した後でした。リエママを含めた3人で、元モデルの男性が経営している六本木のカウンターバーで関係を深めたと言われています。勘三郎さんトリエの不倫疑惑が騒がれるようになったのが、 94年9月のりえの自殺未遂騒動です。前室、芸能ライター、記者会見を開いた勘三郎さん、ハリエとの関係を否定したことから、真相はやぶの中となったが、その後も勘三郎さんは歌手の椎名林檎、45、や無名女優と噂になるなど、表面化していない話も多いという。勘三郎さんの遊びは一昔以上前だったことから、多めに見られていたところもあるが、 コンプライアンスが厳しくなった昨今、歯間の度重なる不倫は、ゲーの肥やし、では済まされないだろう。けじめが求められそうだ。